器の形成って言うんです。その分に途中地唄の宮の奥義っていうのを入れたりしてもらっておりますので、普通よりちょっとたっぷりと地唄調な感じにしております。で、形成っていうのは遊女なんですね。遊女の一番位が高いことを形成と言います。下からもランクがいっぱいございますんですよ。ですから女郎だとかさ、遊女だとかね、それから町を流してる中で人たちとかね、いろいろといて、この曲輪っていうのが、江戸では吉原ってところが大きく、京都では島原ですね。そこでないと、その遊郭っていうところで遊ぶ専門の界隈を、隔離しましてね、そこには兵を巡らせて、で木戸っていうのがあって、そこに木戸番がいて、普通の出入りは遊女さんたちは絶対に外に出れないって。で昔は前金で親が子供を売るというふうな女の人をね、遊女に売ったわけです。遊女として働かせて、売春ですよね。それを国が大きく多めに見て、ここの一角ではやってもいいよって言って、隔って言っていう隔っていう隔場所を作りましてね、それが江戸では吉原っていうところなんですね。で、殿様がお金を積んでも嫌だと言えるくらい、その遊郭の中に一番位を持ってる形成っていう世界は、城を傾けると書いてるでしょ、傾く城という。だから殿様がこう頼んでもお金を積んでも私は嫌でございますというと、その、今日はそのサービスしない、サービス業としてね、る職業なのに振ることお客を振ることができる、それぐらいの位を持たせてる。どんなお客様が殿様たちが来てもお相手ができるような、もちろん踊り出し、三味線だ、太鼓だ、鼓だ、そんなの全部できるわけで、少々のお金があっては形成などは買えない。その形成になった人は、生涯そういう勉強して、でも殿様などにみんな身受けをされていくわけですね。遊郭に過ごせる人もいれば、途中でやっぱり亡くなる方もたくさんいたわけでしょうね。なんかもう切ない話がいっぱいあるし、好きな人ができて駆け落ちするとしたら、もう捕まって大変な、もう心叩きになって、いろんな、エピソードがひどい、ピンキリあるもんですから、芝居の話にはなりやすいんですね。いっぱいそういう作品を入れたら流行るんですね。秋の形成というのは、売れて前世を張ってる時にですね、やっぱりこう好きな人ができて、でもなかなかそういう人は通ってお金がないとね、お金のある人は来てくれても好きじゃないと、だけどなんか自分が好きな人に来てもらいたいと来てもらえないと、でそういうふうなの待っててもっていう切なさね、そういうものがよく芸能に取り上げてる。そのことを秋のように鼓を五色人の思いのようにして、鼓に愚痴をこぼしてるっていう世界です。